今日の説明会で塩谷座長は冒頭、一連の裏金問題について謝罪した後、このような問題を繰り返さないためには法律の改正が必要だと支援者に訴えました。自民党の裏金問題については、与野党は議員の政治的責任などを審査する衆議院の政治倫理審査会を来週開くことで大筋合意していて、塩谷座長ら5人が出席する考えを示しています。ただし5人はいずれも非公開での開催を希望しているということです。説明責任は果たされるのか、塩谷座長に尋ねると、いやいや、常に説明責任というのは何だか分かりませんが、説明しています。他の出席者からは、いまだに一般市民とは金銭への感覚が大きく離れている印象を受けたといった声も。